ドーミシことね。私たちはチェゴです。はい、ということで今日はなぜ一人かと言いますと、はるかとまほに抜き打ちファッションチェック。はい、ということでこちらの企画はですね、変人真面目さんがやっていた企画なんですけど、私この企画が大好きなんですよ。この企画大好きなんですよ。はい、ということでうちのメンバーにもぜひやってみたいと思って動画撮影しております。変人真面目さんのその動画は概要欄に貼ってありますので、皆さん見てみてください。はい、でですね、事前に LINE の方で送れますというふうに伝えております。はい、で、真帆もね、15分遅れるっていうことで、まあ私にとっては好都合ということでありがとうございます。はい、ということでまずははるかから抜き打ちチェックやりますね。はるかはやっぱり T シャツに短パンのイメージがありますね。で、私の予想、最近黄色のやつ着てなかったんで、黄色のやつを着てくると思います。に黒の短パンで、黒のフィラですね。はい、真帆はね、真帆最近ニーハイ履くんですよね。多分ハマってるんでしょうね。はい、なので多分今日もミニスカートにニーハイ履くんじゃないでしょうか。で、ちょっと肌寒いからね、うち的にロンティー、黒のロンティー着るんじゃないかって思ってます。はい、ということでもうそろそろ2時になりますので、はるかが多分駅に着いてここに来ると思うので、やっていきたいと思います。それでは2時、レッツゴー。はい、2時になったので、そろそろはるか来ると思います。コンビニ寄ってなかったらもうそろそろ来るんだけどな。待機して待ってみたいと思います。おはようござ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 います。遅刻は私遅刻しておりません。何抜き打ちファッションチェック。逃げないで、逃げないで、逃げないでください、逃げないでください。抜き打ちファッションチェック。はい、入ってきてください。ファッションっていうのは何ですか。ファッションを知らないはるかのために、我々調査隊ピャッパラポーは死ぬ者狂いで探した。流行、流行り、多く服装、髪型などについて言う。また単に服装の意味でも用いられる。抜き打ちファッションチェックです。はい、今日のファッションのポイントを説明してください。え、これ置いていい？あ、いいよいいよ。おい、聞いてねえ。抜き打ちなんで、ここは抜き打ちやらせていただきます。先行、はるか。今日は意外な服にしてきました。意外な服、あ、そう、私さ、半袖短パンってさ、予想したんですけど、いや、今日はなんか寒い、うん、今日は寒いって言われてたんで、うん、T シャツだけじゃ寒いかなと思って、うん、なるほど。これはイデで買った、うん、1000円で買ったんですけど、安っ。暑くなるみたいな感じで出たんで、うん、暑くなったらこれ脱いで半袖になればいいしと思って。なるほど、うん、いいですね。季節気温に対応できる服にしました。なるほどなるほど。なるほど。そして私、このレインボーセージのスキニーがザーで買ったんですけど、かわいい。これがめっちゃ好きなんで、以上でございます。どうですか。抜き打ちチェックなんでしょ。そうだよ。今年的に点数は何点ですか。100点満点中、はい、70点ですね。はい、配点は、はい、ではそうですね、季節に対応ということで実用性があり素晴らしいと思います。はい、はい、そしてね、こちらの黄色いね、色ね、今年のトレンドだったのかな、多分な。でもこちら夏のトレンドだったと思うんですよね、多分ね、多分ね。はい、なので秋っぽいよね。秋っぽくはない。そうそうそう、ちょっとね、秋に近いということで、まあお色がね、まあでもストリート系のスタイルなんで、はるかさんは。はい、でこちらのね、リングがついたズボン、私結構お気に入りなんでいいと思います。以上でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、え、マホもやるよ。マホもやるよ、一緒にやろうぜ。マホは多分、うん、2敗な気がする。だよね、だよね、うちも思ったそれ、はい、ということでうちらの予想は当たるんでしょうか。15分後待ちたいと思います。ここマホ、はい、ということで15分経ったので、多分もうそろそろマホがもう駅に着いてくると思うので待ちたいと思います。はい、目と目が合う瞬間。おはようございます、おはようございます、ネキチマシャチェクです。おはようございます、ネキチマシャチェクです。来てください、来てください、来てください。あれ、ちょっと来てください。ごめんなさい、まずごめんなさい、やっと会えたね。はい、ということでネキチマシャチェクしますよ。はい、荷物を置いてください、はい、今日のファッションのポイントを言ってください。はい、ちょっと待って、急すぎたな。今日のファッションのポイントは、はい、この上のトップスです。あ、かわいい、これ。そう、これは、はい、フォーエバーが、多分みんな知ってると思うんですけど、うん、フォーエバーが今閉店セールをやってて、はい、フォーエバーに行きまくって探しまくって見つけた私の超大好きな形のトップスを見つけて、これがお気に入りです。あとは、はい、このベルト、はい、このベルトがセシルマクビだったんですけど、このベルトでハイウエスト感を出してキュッと見せるっていう、いいですね、はい、あとはそう、今日はパールを耳につけるのと、はい、いい、頭につけるおしゃれ、はい、はい、ということでぬきっちファッションチェック以上となります、はい、ありがとうございました。はい、逆に何ここでね、やんなやんなやんな、なんでそうなんの。想定外ことね、今日のファッションのポイントは、はい、お願いします。秋だからということで、はい、このね黄色、秋色の黄色、はい、とあとそれに合わせた、うん、月光柄のピンをつけてます、うん、いいです。以上です。ポイント以上です。ちょっと思った他にないですか。あ、思ったんですけど、はい、ヘアアレンジ可愛いですね。あ、そう、これ前髪くるくるして止めてるだけです。可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。今年はなんかこういうパンツがめっちゃ似合う、うん、似合うね。あとこのね、黄色からしが似合うことね。最近この本当に緑にしてから、うん、難しい。わかるわかる、本当にわかる。はい、はい、以上です。はい、はい、ということでチェコの抜き打ちファッションチェック、いかがでしたか。はい、よかったなって思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。以上、チェコでした。バイバーイ。はい、いや、私結構さんの声で、はるかさ今日スカートとか履いてきてたらさ、スカートで採点してた。うん、もちろん抜き打ちなんで、そこはガチでやってます。ふわふわのさ、スカートとかで着てきたらさ、うん、ふわふわだった。うん、でも絶対そんなことないでしょ。めっちゃ意外だった。はるかもね、うちの家はそう全く外れたんで。確かに今日さっきはるか来た時ね、びっくりした。ほら来て、そう、はるか来た時びっくりしました。はい、ということで、やっほー、ことねです。チェコの抜き打ちファッションチェックどうだったかな。それぞれ個性が出てたかな。最近寒いから風邪ひかないでね。ワンマンライブ待ってます。楽しみだ、超会いたいぞー。